And now for something completely different. It's デブ院長の持ってないサックス。Thank you.
はい、皆様こんにちは、こんばんは。本日はこうして、正幸くんとお届けいたします。こんばんにゃということでね、本日お届けしましたのは、あえてこのご時世に、この時期に、このタイミングで小沢健二特集ということで、2曲ほど演奏させていただきました。小沢健がね、流行ってたのってちょうど僕が20歳過ぎてから3、4年ぐらいの短期間だけだったと思いますんで、あの小沢健が好きで聴いてたっていう人って、現在だと30代後半から40代後半ぐらいの範囲の、世代に限られると思いますんでね、あんまり詳しく知らない方は知らないと思いますけども、あの小沢健二さんって本当に素晴らしい曲をいっぱい書いてる人ですんで、でちょっといろいろご紹介したくてね、こう演奏させてもらったわけですね。で、小沢健二さんってのは、ね、知ってる人は知ってると思うんですけども、あの指揮者の小沢誠二さんの甥っ子ですね。で、両親は大学教授で、まあ本人も東京大学を卒業という人なんですけども、で東京大学文学部かな、文産でしたから、でですんで、こうなんて言うんでしょうね、こう歌詞が深いんですよ、ものすごく。いろんな人がね、小沢健二さんの曲の歌詞についてはね語ってると思うんで、僕もあんまり深く触れないでいこうと思うんですけども、例えばめったに人の楽曲を褒めないあのタモリがミュージックステーションでベタ褒めしていたんですね、小沢健二の歌詞を。まあそれもそうですし、あと最近になって言うと、あのラジオ番組で爆笑問題の田中がものすごくいいって、なんかすっごいあの推してましたね、小沢健のことをね。まあ1曲目お送りしたのがね、痛快ウキウキ通りっていう曲ですね。あのクリスマス時期のあの歌なんですけども、で一番の歌詞だけ聞くとね、彼女のクリスマスプレゼントを買いに街に出てウキウキ街をかっ歩する若者のね、まあ羨ましい姿がね、こう描かれてるように見えるわけなんですよ、一番だけ聞くと。でもね、これよくよく聞いてみるとね、2番あたりから話がこれおかしくなってくるんですね。ものすごくこうポップな曲調で楽しげにこう喜びを振りまきながら歩いてるように見えて、2番の最初でね、彼女へのクリスマスプレゼントを買いに来たはずなのに、この歌の2番になって プレゼント買わずに喫茶店に入るわけです。でその喫茶店がポーギーとベスの流れる喫茶店でワインを飲んでって、だいたい喫茶店でワインが出るっていうのがちょっとおかしいなと思うけど、 それとあとポーギーとベスが流れるって、ポーギーとベスってどういう曲かっていうと、めちゃめちゃ暗い曲なんですよ。ジャズスタンダードのサマータイムですね、あれはポーギーとベスの中からの曲なんですよね。サマータイム and life is easy。 クリスマス時期にこの店の BGM にこれをかけるような店、それはね、ラブラブの幸せ満載のカップルとかが行くような店では決してありえないんですよね。まずそこがちょっとあの引っかかるポイントなんですけども、まあそういうところ で酒を飲んで一人で酔っ払って街に出たらもう夜になっちゃってるわけですね。でそれでもまあ、 あのウキウキ楽しく歩いていくわけなんですけど、3番の歌詞になると、去年のクリスマスプレゼントも渡せなくて、1年遅れの今年のクリスマスプレゼントも渡せてないんですよ。それどころかサビになってくると、いつか君と僕は出会うみたいなことを言ってるわけですね。要するに、クリスマスプレゼントを買ってく彼女にはまだ出会ったことすらない。要するに、ウキウキ楽しく彼女のためにプレゼント買いに街へ、クリスマス時期に、街へ出た若者のふりをして、実はそれ全部彼の妄想だったんですね。結局は要するに、このクリスマス時期でものすごく楽しげなこの街の中へ一人寂しく繰り出して酒を飲みに行っただけなんです、この人は。だけど周りが楽しいから、こうから元気ですごい楽しくふりをして歩いて、いつかでも理想の彼女と巡り会えるだろうって、それまで頑張って鼻垂らしながら歩いていこうということを歌った歌なんですね。これはなかなかね、こうグッとくるものがありますね。そういうのが痛快ウキウキ通りっていうね、
この曲でありました。で、続きましてお送りしました曲が、大人になればっていう曲ですね。これ当時、ワンカップ大関の CM で、田村正和さんと、共演した時にかかってた曲がこの曲なんですけども、ちょうど僕の曲聴いたのが僕が21、22かな、もうちょっとか言ってたかな、ちょうど子供から大人に成長していく時期に聴いた曲なんで、かなりキュッとくるものがありました。僕ね、お酒の曲の中でこの歌が一番好きですね。で、イントロとかの感想のピアノがね、非常に素敵なピアノの演奏がこう盛り上げてくれてるんですけど、これ演奏してるのがね、渋谷武さんというジャズピアニストなんですけど、大変素晴らしい方ですね。で、あとベースが川端太夫さんっていうね、もう亡くなられたんですけど、この人も素晴らしい、ジャズミュージシャンなんですけど、そういう人たちの、サポートで、この曲はできておるわけなんですけど、誰かの愛を知ったら分かるようになってきたブルースですよ。分かる分かる、ちょうどその頃ね、やっぱりこうジャズを勉強し始めてた時期にも重なりますんでね、そういう歌詞がいちいちね、こう心に響いてた青い若者だった時代が僕にもあったということですね。まあそんなこんなで、まだあと何曲もねいい曲あるんで、続いてもしかしたらさらに何曲か小沢健司やっちゃうかもしれないし、まあいつも通りになんかまた別の曲やるかもしれないし、まだちょっと考えてませんけども、そういうことで、今日は小沢健司特集で2曲お届けいたしました。次回もまたお楽しみに。にゃん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 、大人じゃないような子供じゃないような、なんだか知らねえの、にゃん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 。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。ではまた。